はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、被補助人について解説いたします。で、被補助人っていうのは、前回解説した被補佐人よりも、精神障害、認知症、そういったものがより軽い方を指します。一番重い方が青年被後見人で、その次に重いのが被補佐人で、その次に重いのが被補助人、一番軽いってことなんですけども、精神障害とか、認知症とかが一番軽い人といったイメージです。で、条文ではどのように規定しているかっていうと、自理を弁識する能力が不十分な人っていうふうに書いてあるんですね。この不十分っていう言葉、これ覚えておいてください。被補佐人の場合は、これ著しく不十分って書かれているんですね。一方で被補助人は不十分、著しく不十分じゃないよと、不十分程度だというふうなところですね。ここはちゃんと覚えておきましょう。で、自理を弁識する能力、これはですね、もう前回もお伝えはしているんですけども、何か法律行為、契約を行った後、どういった義務が生じるかっていうのを分かる能力ですね。例えば不動産を購入する契約をしたと、購入する契約をしたらどんな義務が発生するのか、代金を支払わなければいけない義務が発生しますよね。これが分かる能力のことを自理を弁識する能力という言い方をします。そういったものが不十分と、そういった能力があまりない人が、被補助人に当たるんですね。ただ、それだけでは被補助人に当たるのではなくって、この補助開始の審判を受けることによって、被補助人と呼ばれるようになるんですね。で、この補助開始の審判っていうのは、これ単独で受けるっていう話では実はないんですね。この補助開始の審判を受ける場合、必ず補助人の同意を要する旨の審判、または補助人に代理権を付与する審判、もしくはそのどちらも、これと一緒になされるんですよ。つまり1と2っていうのは、これはセットなんですね。こっちだけっていうのはないよっていう話です。まずちょっとここを頭に入れておきましょう。補助開始の審判、単独で行われるんじゃなくて、必ず補助人の同意を要する旨の審判か、補助人に代理権を与えるような審判、もしくはこの両方、これと一緒になされるんだってところをまず頭に入れておいてください。そして本人以外のものがこれ請求する場合、これ全部言えるんですけども、本人以外のものがこの審判を請求するっていう場合は、本人の同意が必要となってきます。これっていうのは、被補助人っていうのは、先ほども言ったように、これ自理を弁識する能力が不十分なだけであって、もうそれほど、症状が重い方ではないんですよ。はっきり言ったら症状は軽い方なんですね。なので、もうある程度自分自身で判断ができるわけなので、だから本人の意思も尊重するために、ちゃんと本人の同意が必要ですよ、というふうなルールになっております。で、まずちょっと上見ていただきたいんですけども、補助人の同意を要する旨の審判、こっちちょっと見ていただきたいんですが、原則被補助人はもう自分自身で単独で法律行為を行えるんですね。契約とか基本的には原則行います。ただし、補助人の同意が必要な行為っていうのもあるんですね。で、それはどういった行為かっていうと、これは法律で決められているのではなくて、それぞれの審判で定めていくんですね。これはどの中から定めるかっていうと、被補佐人が補佐人の同意を必要とする行為ってありましたよね。前回お伝えした内容です。例えば元本を領収するだったりとか、不動産の売買契約を締結するとか、相続放棄をするとか、そういった重要な財産に関する内容、その中の一部についてこの審判の中で定めていくんですよ。だから人によって異なるんですね。例えば A さんについては、相続放棄と不動産の売買についてのみ補助人の同意が必要ですよって定めると、そういった審判を下す。また一方で B さんについては、相続放棄のみ補助人の同意が必要っていう審判が下される、みたいな感じで人によって違うって話なんですね。その人の状態、状況、そういったもので変わってくるんだっていう話です。で、これ見ていただいても分かる通り、補助人になったから必ず同意権が与えられる、代理権が与えられるっていうわけではないんですね。審判をもらった部分について同意権だったり代理権がもらえるんですね。で、同意権もらえれば、あとは追認権だったり取り消し権も一緒についてくるんですけれども、いずれにせよ、補助人になったからといって、もう必ずこういった同意権だったり代理権だったり、あと追認権、取り消し権がついてくるっていうわけではありませんので、その点注意してください。で、続いてちょっと下行くんですけれども、今、
例えば補助開始の審判と補助人の同意を要する旨の審判、この2つの審判を受けていたと仮定します。で、補助人の同意を要する旨の審判を取り消す場合、補助開始の審判も一緒に取り消されるんですね。これはセットっていうイメージ、初めにもお伝えしましたよね。なのでこっち取り消されたらこっちも取り消されるんだっていう話です。また補助開始の審判と代理権付与の審判、この2つがなされていたといった場合において、この代理権付与の審判がなくなっちゃったといった場合、その場合も補助開始の審判、これがなくなりますよっていう話なんですね。で、補助開始の審判と補助人の同意を要する旨の審判、さらには代理権付与の審判、この2つと補助開始の審判が一緒になされていた場合において、こっちだけなくしますよって言った場合は、これはまだ残りますよ。こっちとこっちがあるのでこれは残るんですけども、この2番丸2っていうのはこの2つのことを指すんですけども、こっちが何もないといった状況だったら、これある意味ありませんので、これも取り消しになると、まあ、いったイメージです。で、続いてこの真ん中ですね、補助人の同意が必要な行為で非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず補助人が同意しない場合、例えば元本を領収する、非補助人が元本を領収する、そうですね、例えば、定期預金を解約するとか、まあ、これについては、補助人の同意が必要ですよといった審判を受けていたと仮定します。で、非補助人がその定期預金を解約したいと思って補助人に対して同意してくださいって求めた、でも補助人が同意してくれなかった、で、その今回その定期預金を解約するこの行為っていうものは非補助人の利益を害する恐れがなかったと仮定します。そういった場合、非補助人が家庭裁判所に補助人が同意してくれないから代わりに家庭裁判所さん許可をくださいと、補助人の同意に代わる許可をくださいっていうふうに求めることができるんですね。で、家庭裁判所は代わりに許可をすることができる。で、この許可をもらえれば非補助人は定期預金を解約することができると、まあ、いった内容です。なので今言った内容をまとめると、補助人の同意が必要な行為で非補助人の利益を害する恐れがないにもかかわらず補助人が同意をしない、そういった場合非補助人は家庭裁判所に請求をすることによって、家庭裁判所は補助人の同意の代わりに許可をすることができますよ、補助人の同意に代わる許可をすることができますよと、まあ、いった内容となります。まあ、この点宅建ではあまり出ないかもしれないんですけども、まあ、覚えておいても損はないと思います。基本的な部分なんで、できれば覚えておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。